全方位おしゃれ愛理ちゃん完成。なんだけど、なんか物足りなくない？なんだろう。雑誌見てても思いつかないし、もやもやする。お、キャプテン、いいところに相談させて。見て、今日の私なんか足りないんだよね。そんなことないって、ちゃんと考えてよ。もうほらほら、愛理ちゃんのファッションくまなくチェックして。決めた、やっぱ可愛いに妥協はダメ。足りないなら探しに行くしかないっしょ。ってことで、キャプテン今日オフだよね。私に付き合ってよ。よろー。とりあえずここに来れば何か見つかるっしょ。行くよ。あ、このテイストのアクセは持ってないね。キャプテン、どう思う？反応薄。もう、愛理ちゃんに可愛くなってほしくないの？でもやっぱりなんかしっくりこないな。これじゃないっていうか、パスかな。あ、このショップ新作出てる。新しいトップス。あ、スカートも可愛い。ねえねえキャプテン、こっちとこっち、どっちが似合う？もう、ちゃんとアドバイスして。私のこといつも見てくれてるなら、ちゃんとわかるはず。あ、ちょい待ち、向こうのコスメショップ、見て見て、あのシャドウ新色だよね。そういえばリップのニューアイテムも見たかったんだよね。やっぱ先にあっち見に行く。いろいろ見られたのはすごく楽しかったんだけど、どれもなんか違うんだよな。休憩？じゃあ、あっちのベンチで。って、あー！新しいアイウェアのショップじゃん！これこれこれ！カラコン！わかった！あたしに足りなかったのは目力だよ！さすがキャプテン！ナイス提案！ことで、よーし、早速コンタクト入れてみるよと思ったものの、怖くて入れらんない。マジでこれみんなやってんの？めちゃ怖くない？やっぱダメ、どうしても目つぶっちゃうよ。なんとかしてよキャプテン。オッケー。え、はい。やっぱ目力がアップするね。お化粧も映えるし、これでますます愛理ちゃんパワーアップっしょ。